皆様こんばんは、カズラジでございます。今夜もご視聴本当にありがとうございます。今日お前は夕方、歯医者さんに行ってまいりまして、口腔外科、板宿の大森口腔外科さん、先生のところに行ってね、かねてから先生は治したいとおっしゃっていた歯があるのよ。僕の左のこの上の第四小臼歯っていうやつね、でこれの根っこが傷んでるんで、これ直しましょうということで、今日神経を取りました。麻酔かけてね、なんか変な感じまだするんだよ、ちょっとだから。さて、秀救急さん、いつもありがとうございます。カズチューブ、ね、昨日のカズラジバージョンで2970回、今日で2900、これが70回、だからあと30回で3000回になるんだね。昨日終わった時点で32回と、書いてくださっています。ありがとうございます。まあね、長いでやってると回数は自然と増えていくわけですけどもね、今朝は一段と冷えましたねってこと、冷えたね、顔を洗う時に今シーズン初めて、水をお湯にしました。おお、なるほど。僕はね、どんな寒くても、どんな寒い朝でも、目覚めの洗顔一発目は冷たい水でいきます。これで目が覚めるじゃないね。その後お湯にすることもあるけど、基本僕は水で顔を洗います。そうなんだ、お湯にしましたか。まあ、その辺でもなんか季節の移ろいを感じますわね。それから琉球の折田さんですが、こんにちは。寒くなってきましたね。寒くなってきたね。風邪をひかないように、体のメンテを大切にしたいです。してくださいよ。これから受験シーズンになってきますからね。沖縄から戻って初めての冬なので。だって琉球の折田さんは塾の先生、塾長だからさ。ね。教室長よ、今ね。沖縄から戻って初めての冬なので、冬越しできるか不安です。できますわ、そら。おでんなどあったかいものを食べて元気に乗り切っていきたいなと思います。乗り切ってくださいよ。これからがね、大変ですもんね、先生はね。頑張ってね。それから、これは大輝さんですが、楽器屋さんに立ち寄りますと、何か買わなければ済まない感覚、なんとなくわかる気がします。そう？僕が何か買うのは、楽器屋さんってそう近くにないのよ。わざわざ、まあ、車で行くとかっていう場所にしかないので、まあ、せっかく来たんだから、ギター眺めて、ピアノ叩いて帰ってくるだけじゃなくて、やっぱりなんか買って帰ろうかな、まあ、楽譜とかね。で、なんかめぼしいものがないときはもう、最悪はさ、こういうピックを買って帰る。これ100数十円ですよ。200円しない。ね。これを数枚買って帰る。こんなの何枚あってもいいんだ、本当に。すぐなくしちゃうから。ね。で、あと、替えの弦とかね、買ってきたりはするんだけども。さて、その大輝さんなんですが、何か買わなければいけないといえば、トイレを借りるためにコンビニに入った際に、大前さんは何かを買う派ですか？私は基本的に何か買う派ですが、レジが混んでいるときは、しれっとどさくさに紛れて逃げるように店を出ていきますっていうこと。まあ、基本買う派ですけども、できれば買いたくない派だよね。この書き方はね。で、お前は基本ね、コンビニのトイレはお借りしません。はい。よっぽど切羽詰まったこと、場合以外は基本トイレ借りません。もし、借りた場合は、なんか買うね、やっぱり。どさくさに紛れてはいかないね。水かお茶を買って帰るね。そんな感じです。ありがとうございます。さて、ブライアン・ボグセビックさん、ヒデ救急さん、ついに同志が現れましたよ。簡易給食ありましたよ。ということで、大体文化祭の日とか、いわゆる給食センターが大人の事情で稼働しない日にありました。なるほど。なるほどね。コロッケパンや牛乳、冷凍みかんというくらいが相場でしたかね、ということで。ということは、明らかに予算削減というところを目的にしていた松原市とは少し違うね。まあ、給食センター休みなんでこれで我慢してという簡易給食よ。ね。ちょっと違うかもしれません。まあ、とりあえず、まあでも簡易給食はあったということ。で、ブライアン・ボグセビックさん、どちらにお住まいですか？松原市は、まあ、はっきり言ってもね、経費削減ですよね。での簡易給食だったんだけども。さあ、どうでしょうか。それからですね、こちらは、
緑 NJ さんのいつもありがとう、ギターの弦の張り替えなどはご自分でなさるんですねっていうね、あの基本自分でしますけれども、ギターのメンテに持っていく時あるじゃない、楽器屋さんに。もうその時はね、一緒に弦の交換もお願いするの。だいたい1500円から2000円くらいで変えてくれます。高いね、考えたら。自分で15分くらいで変えられるのにね。ね、時計やギターのオーバーホールも大事ですが、体のメンテナンスが一番大事ですよねということ、ね、特にフリーのお仕事は体が資本ですもん。その通りよ、ね、航空外科でのチェックは何事もありませんように。もう神経取ってきましたわ今日ね。そんな感じで、ありがとうございます。頑張ります。はい、ということで今日もね、いくつかご紹介しましたが、今日も短めのカズラにしたいと思っておりますよ。明日、今日だって月曜日だから、本当だったら今日教室の日なんだけども、第6戦までもしあのクライマックスファイナルがもつれたら、今日ゲームがあったんだよ。第6戦、運命の第6戦が。まあ、なかったんでよかったんだけどもね。だから、その場合が、第6戦があった場合を想定して、教室を明日火曜日にずらしましたので、明日の夜は江坂に行きます。江坂に行きます。坂での教室ですね、というわけで今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。というわけで今回もこの辺で、日付変わって今0時5分になりましたね、もう火曜日でございます。今夜も最後までご視聴本当にいつも本当にありがとうございました。過疎のローカル線でございました。カズラジです。